はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂カージャです。僕は激しく反対の立場を取っていましたが、残念ながら3月23日ウクライナのゼレンスキー大統領の国会演説が予定通り行われました。思いのほか抑制的な内容の演説に拍子抜けしましたが、これで浮き彫りになったのはむしろ日本側の姿勢なんですね。それは挨拶に立った細田博之衆議院議長、そして山東昭子参議院議長による問題発言です。さらにゼレンスキー大統領の演説の後には参加した議員らによるスタンディングオベーションも起こりましたが、これにも裏がありました。ここまで来るとゼレンスキー大統領の演説が良いとか悪いとか以前に、日本の政治家があまりにもひどすぎます。そんな中、今日本の政治の中で唯一まともなのは山本太郎率いる令和新選組ではないでしょうか。そんな令和新選組はウクライナ戦争に対してどのような姿勢で臨んでいるのか、今回は令和新選組とウクライナ戦争について見ていきます。まず最初にこのことを言っておく必要があるでしょう。それは3月1日から2日にかけ国会で可決されたロシアによるウクライナ侵略を非難する決議に、なんと令和新選組は反対しているんです。しかも反対したのは令和新選組だけなんです。令和が反対した非難決議とは、現在進行形のウクライナ戦争に対し国際法違反としてロシアを強く非難し、即時の攻撃停止と部隊の撤収を求めるものです。しかし令和新選組が反対したおかげで衆議院も参議院も全会一致での可決にはなりませんでした。今回のウクライナ戦争は明らかにロシアの侵略戦争であって、非難されるべきはロシアです。そして国際社会の中で平和憲法を持つ日本もロシアに対して非難するのは当然すぎるほどに当然なんですが、ではなぜゆえに令和新選組はロシアに対する非難決議に反対したのか。理由は令和新選組のホームページにはっきりと書いてあります。今日本の国会として一刻も早く異常な事態を終わらせようという具体性を持った決議でなければ、また言葉だけのやってる感を演出する決議になってしまう。そのように令和新選組は考えているわけです。確かに最近の自民党政権はやってる感の演出ばかりです。特に安倍晋三などはこのやってる感だけで7年8ヶ月もの間首相としてのさばっていました。だから令和新選組はやってる感だけでは意味がない、形式だけの決議は必要ないとして日本の非難決議に反対したんですね。そして次のような具体案を提示しています。 1. ウクライナ国民への支援の拡大と継続、そして難民の受け入れ。 2. 消費税減税、ガソリン税 0%、 一律給付金の支給。その他にもロシアの暴走のみを非難するわけではなく、これまでの NATO の東方拡大にも目を向け外交努力を行うといったように、国際情勢に対してもきちんとした認識を持っているなという印象を受けます。特に難民受け入れにまで踏み込んだのはとても重要だと思います。言うまでもなく日本は平和憲法を持っており、食料品や医療品を提供するのは問題ないにせよ、防衛装備移転三原則があるんで他国に武器を提供するわけにはいかないんです。そんなわけで防弾チョッキやヘルメット、そして軍用手袋や発電機あたりがギリギリだと思います。ただアメリカや欧米に比べると彼らはどんどん無尽蔵に武器を提供することができるんで、相対的に日本の援助は霞んでしまいます。
だから日本がやれることを他に探す必要があるんですね。その一つが難民受け入れだと思います。しかし大部分の日本人はこれを嫌がるんです。ロシアは許せない、プーチンは悪魔だ、ウクライナでは子供や女性が殺されてると感情的に大騒ぎして、ロシア側の発言を全く受け付けない人は日本にもたくさんいます。しかし彼らに、ではウクライナの難民を受け入れましょうと提案すると、そういう人に限って途端に嫌な顔をするんですよね。これは原発稼働には賛成するくせに自分の家の近くに原発ができるのを嫌がる人間と全く同じです。れいわ新選組の主張は、そんな人間の欺瞞や偽善に大きな問題提起をしているように見えます。先ほど人間の欺瞞や偽善に触れましたが、日本の政治家ほど欺瞞や偽善に満ちた存在はないと思います。今回それを暴露してくれたのが令和新選組の大石晃子議員です。ご存知のように3月23日はウクライナのゼレンスキー大統領による国会演説がなされた日でしたが、大石議員もこれに参加した一人でした。そして演説後に彼女は次のような非常に重要なツイートをツイッターに投稿したんです。それがこれです。令和新選組の出席者以外は見渡す限り全員共産党も含めスタンディングオベーションしていました。それが当たり前の熱気の下で椅子に着席しながら、この空気を変えるために何をするべきか、真にウクライナの生活者、ロシアの生活者と共にあるためにはどうすればいいか自問していました。さらに令和新選組のホームページを見ると、なんと演説の前に進行表が配られており、そこには演説後にスタンディングオベーションするようにと書かれていたんです。これがその進行表です。23日のゼレンスキー大統領の演説では、終わった後に参加した日本の政治家らが次々と立ち上がってスタンディングオベーションしていましたが、それはあらかじめ仕組まれていた八百長だったんです。本来のスタンディングオベーションは演説に感動した者が次々と自発的に立ち上がることによって湧き上がるものなんです。しかし日本の場合、人間の自然な感動すら事前に仕込まないと成立しないんです。ここに日本の国会議員のさもしさ、欺瞞と偽善がにじみ出ています。そしてこの欺瞞と偽善が頂点に達したのが、最後に登場した山東昭子参議院議長による挨拶でしょう。まずはこの映像を見てください。二人で両国の友好と世界の平和を語り合ったのはもう2年ほど前でございましょうか。今は状況が一変して胸の痛む思いでいっぱいです。ウクライナでは罪のない人、そもそも彼女の寸劇のような芝居じみたわざとらしい挨拶は見ていて本当に気持ちが悪かったし、不愉快な気分にもなりました。この政治家は本当にウクライナの惨劇を認識しているんでしょうか。そして極めつけが次の発言。閣下が先頭に立ち、また帰国の人々が命をも顧みず祖国のために戦っている姿を拝見して、その勇気に感動しております。つまり彼女は人々が命をも顧みず祖国のために戦う姿勢を礼賛することで戦争の肯定、結果的に日本国憲法の平和主義を否定しているんです。我々一般人からしてみれば、
彼女の言葉は素直に共感できる言い回しかもしれません。しかし彼女は国政政治家なんです。いわゆる公人であって、日本の憲法、日本の国の在り方について意識的でなければならない立場です。こんな政治家が参議院の議長を務めていることに絶望しか感じません。ついでに言うと、最初に挨拶に立った細田博之衆議院議長も、国民を鼓舞し続けるゼレンスキー閣下の勇敢な姿勢に敬意を表すると、これまた同じような発言をしています。彼ら彼女たちは必ず戦争を礼賛する方向に傾きますが、もちろんそれは日本の政治家としては間違いです。理由はどうであれ、ゼレンスキー大統領は戦争の当事者なんです。その戦争当事者の一方のみを国会で演説させるのも問題があるし、しかもゼレンスキー大統領は国民総動員令を出して国民を強制的に戦争に駆り出しています。そんなゼレンスキー大統領の戦争に対し、礼賛したり敬意を表したりするのは日本の政治家としては間違いだと言っているんです。平和憲法を持つ日本の政治家であるならば、停戦させるために外交努力をすべきだし、ウクライナの生活者、ロシアの生活者に対し何ができるのかを考えるべきでしょう。ところが日本の政治家がやっていることは、戦争当事者の片方のみの演説を垂れ流し、戦争を礼賛し、挙句の果てには八百長によるスタンディングオベーションです。何から何まで欺瞞と偽善に満ちています。今回のウクライナ戦争で浮き彫りになったのは、ロシアのプーチン大統領の残虐非道ぶりもさることながら、日本の政治家のどうしようもなさではないでしょうか。そしてそれを浮き彫りにしたのは他でもない令和新選組なんです。ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議に反対した令和新選組は、ゼレンスキー大統領の国会演説に欠席するという手もあったかと思います。しかし出席することで国会演説の八百長ぶりが暴露されたのは、ある意味一つの成果だったと思います。3月22日のゼレンスキー大統領の国会演説について、令和新選組は談話を出しており、そこには次のように書かれています。軍事侵攻を受ける国の首脳として、ゼレンスキー大統領が他国に連帯と行動を求めることは当然と理解する。しかし日本は独自の立場を貫き、制裁の強化拡大に安易に加わるべきではない。国際紛争を解決する手段として武力の行使と威嚇を永久に放棄した日本の行うべきは、ロシアとウクライナどちらの側にも立たず、あくまで中立の立場から今回の戦争の即時停戦を呼びかけ、和平交渉のテーブルを提供することである。国際社会の多くの国家がその努力を行わない限り、戦争は終結しない。特に国際紛争を解決する手段としてで始まる下りは、憲法9条をかなり意識した内容になっています。そしてその内容も至極もっともです。ただ憲法9条とか言うとすぐに左翼だって反応する人がいますが、はっきり言います、それはバカです。政治家、特に国会議員は憲法を遵守するのは義務なんです。だから令和新選組は日本の憲法に沿って当たり前のことを当たり前に模索しようとしているんです。むしろ戦争当事者の片方のみに演説をさせ、戦争を礼賛し、スタンディングオベーションを強制する国会議員の方がはるかにおかしい。彼らは完全に狂っています。こうしてみると、今や日本においてまともな政党は令和新選組だけではないでしょうか。
あの共産党ですらゼレンスキー大統領の演説に対し、志位委員長が祖国を守り抜く強い決意がひしひしと伝わってくるみたいなことを言っていて、ウクライナが国民総動員令まで出して戦争に駆り立てているのを暗に評価する形になっている。とにかく日本という国はひとたび戦争が起きると自分たちは何にも関係ない場合でも勝手に舞い上がって熱狂してとんでもない方向に流されていくのは今も昔も変わらないんじゃないかと思うんですね。ウクライナの行く末はもちろん心配です。しかし日本の未来の方がよっぽど心配に思えてきます。参議院議長、岸田総理大臣、日本国会議員の皆様、日本国民の皆様、本日は私がウクライナ大統領として